皆さんどうも、昨日ぶりですかね。昨日ぶりでございます。こんばんは。会議で当たり前使ったややけでした。会議で当たり前使ったの？どういう場面？私明日もお仕事。 Me too。 今日もいい女。こんばんは。 NGT48 劇場前ナウリバイバル公演の帰り。お、じゃあ続けて配信ありがとう、見てくれて。 NGT 続き、こんばんは。今日も少しだけ配信したいと思います。うん、明日は何時からだ？舞台挨拶結構夕方だよね。明日もリハしてから舞台挨拶に向かうので皆さん待っていてください。今日も可愛い、ありがとう。レインボーの星ありがとう。こんばんは。どこの美人さんかと思いました。イエーイ。びっくりしたね、マナキオさん。聞いてほしい、マナキオさん。帰りにね、あのここだけの話なんだけど、帰りに誕生日プレゼント買ったの。まだ忘れてきちゃったかと思ったら、あった、よかった。今すっごい心臓痛かった。すごい心臓痛かった。帰りにこれがいいなと思って選んだやつレジに置いてきちゃったかなって思ったら、あったよ。みんな帰りに、今年は、去年はあのデパコスのアイシャドウを買ったんですけど、今年はコスメデコルテっていうものの香水を買いました。帰りに、今見てないよねきっと。まだ言わないでね、まだ渡してないからさ。コスメデコルテの香水を買ったよ。内緒ね。なんかあんまり帰り香水つけてるイメージないから、ちょっといいかなって思って買いました。レッスン終わりにじゃん。袋見せても分かんないよね。ここで言うんだ。そうだよ、みんなに言っちゃう。これを渡します。ね、これをね、やばい、持って帰ってきたっけって思ったらあった。こんばんは。あくび出そう。カウカウの服。あ、お笑い芸人さん。え、マナちゃん月見バーガー食べた。あ、あのね、食べた。月見バーガーとね、月見パイみたいなもう食べたよ。美味しかった。普段バーガー頼まないんだけどさ、月見バーガーはやっぱ食べたいじゃないですか。食べた、月見バーガーと月見パイ。なんかチー、なんだっけ、チーズのやつ食べた。マナはチーズのやつ確か。こんばんは。今日はカフェにも行って写真も撮ったので、ちょっと今日か明日ぐらいに載せれたら
いいな。でも明日は舞台挨拶の写真も載せたいから、できれば今日載せたいなっていう気持ちです。皆さんインスこれ固定できた、見てすごくない、頑張った。明日の上映楽しみね。マナもめっちゃ楽しみ。なんか自分のさ演技してるとこを見られるのちょっと恥ずかしいけどさ、ナナミの見るのめっちゃ楽しみなんだよね。ナナミのホラーのやつ。チーズ月見は昨日食べた。あ、そうなの、昨日からだっけ月見バーガーって。明日サイン書きよろしくね。イエーイ、待ってるね。みんな明日来る方気をつけて来てください。楽しみ。こんばんは。まなちゃんの冷蔵庫には納豆たくさんある。たくさんかは分かんないけど、納豆はねあるよ、お家にの冷蔵庫に。こんばんは。明日台風接近の中新潟向かうのでちょっと不安。え、台風近づいてるの今、東京じゃなくて新潟に近づいてきてるの。こんばんは。やばいじゃん、13号か、やばいよ。ピンチじゃん。眠くなっちゃったな最近毎日早起きしてて眠くなってきちゃう、この時間、中途半端な時間に。こんばんは。やばい、これがホラーファッハッハ。めっちゃ眠そうな顔してた今近づいたら眠たい。ピース、かわいい、イエーイ。明日来る方いますか。はじめまして。お、はーいってやったね。明日は何曜日、土曜日か、あれ土曜日、明日何曜日だ。え、てかめっちゃ髪伸びたくない、見てよ、もうロングヘアーじゃないもん、もはや。早く休んで明日に備えてね。明日影響楽しみ、イエーイ、楽しみ。明日、明日は新潟でねイベントがあるので。新幹線が台風で止まらなければ。え、なんか新幹線ってなかなか止まらなくない、すごいよね、なんか新幹線って。明日金曜日か、明日仕事は終わらせていくよ。お、嬉しい、待ってる。お仕事みんなある人頑張ってね明日。こんばんは。明日夕方の17時半ぐらいからなので、ぜひお待ちしてます。星集めてきた、ありがとう。こんばんは。こんばんはです。目の前でサイン書くのはいつぶり。え、めっちゃ久しぶりだと思うよ。握手会の時以来じゃないきっと。こんばんは、多分そうだと思う。大好きです、やったー、ありがとう。こんばんは。18時半会場、19時開始だね。あ、そうなんです、
皆さんお待ちしてます。まだ買えるのかな、チケットって。どうなんだろう、もう終わっちゃったかな。ぜひ。こんばんは、こんばんは。ちゃちゃちゃーん、ちらちらちら、まだ買えるようだって。皆さんぜひ、今見てる方もぜひお待ちしてます。そこで初めましてでもね、全然もうハッピーなので。ちゃっちゃっちゃ、いつかは実家配信してほしい。あー、でもラブとしたいの配信。ラブ犬飼ってるんですけど、家で、実家でね、ラブラドールレトリバーを飼ってるんですけど、一緒に配信いつかしたい。ハートありがとうございます。こんばんは。そう、ラブと配信したい。生マナちゃんは本当にスタイルいいからな。イエーイ。なんか早口言葉みたい、生マナちゃんは。こんばんは、ハートありがとう。お疲れ様。まあ美しいお顔が拝見できて光栄です。嬉しい、ありがとう、見に来てくれて。 DVD はどこで買えるんですか。あのね、なんだっけ、 X のマナのツイートじゃない、ポスト。言い慣れない、まだポストにあの引用リツイートしてるので、多分そこから買えるんじゃないかなって思うので、ぜひよろしくお願いします。わー、たくさんハートありがとう。明日行きますのでよろしくお願いします。あー嬉しい、待ってるね。髪切ってないよ。タイなんていうもの。そう、ななみと一緒、明日。イエーイイエーイイエーイ。まだ今日9時から配信したか。9時から。明日会場でも買えるかと。え、だって会場でも買えるって。やばい、ちゃんちゃらちゃん、ネイル可愛いでしょ、ピンク、ピンク。わあ、キノコもありがとう。なんなななん。わあ、首が止まらなくなったか。うん。熱湯ご飯食べながら赤ワイン、え、合う？食べたことない、その組み合わせ。美味しそうなんで、美味しそうかな、これ美味しそうですか、キラキラなの。こんばんは。会場でチケット買えるのか、群馬から約2時間行けるか、まだ悩んでいた。来てよ、待ってる、来て。こんばんは。豆腐に納豆をかけて食べたら美味しかった。そうなの、美味しそうだね、確かに。疲れ様です。あっつーあっつー、ねねねねな。古町に納豆ラーメンのお店できたよ。そうなの、もうみんな行くしかじゃん。明日サイリウム使える。どうなんだろう、でも東京の
神田明神だっけで舞台挨拶やらせていただいた時は確か使えた気がする。明日行くよ、お嬉しい。サインカキカキ DVD Amazon でも買えるようだって。優しいね、教えてくれて。こんばんは。神田明神の時も平日で見られなかったから行けなくても DVD 買えるのは嬉しいな、イエーイ。でもサインもカキカキしたかったな。サインラブラの地下で買い物中、納豆は引き割り納豆、あ引き割りもいいよね、わかる、引き割りも美味しい。上映中は光らないようにしないと。そう、上映中はね使えないんだけど、その舞台挨拶の時とかは多分使えたんじゃなかったかなって思うけど、まあ一応持って行ってダメってもしかしたらね言われるかもしれないから、その時はまあしまってもらってうち関西やから、関西から来てほしかった。今からでも間に合うよ明日の夕方だから。どう来てみたりしないですかMC 誰だろう、確かに誰なんですかね。ネバールくんかな、ネバールくん前回の舞台挨拶でね一緒に舞台挨拶した。明日新潟行けないのでロケ地巡礼してきます。なんで来れないの、来てほしい。明日マナチのためにお手上げて見に行くよ、最高、待ってるね。神田明神の時のトークショーの時はサイリウム大丈夫だった、ね、あそうなの、そうだよね。明日も使えるのかな、上映中は絶対ダメだけど、その舞台挨拶の時とか。でも前回さ声出しできなかったもんね確か。今回多分声出しできるから、マナの名前たくさん呼んでください。ピーチ空港なら関西から間に合う、ほら教えてくれてるから来てね。頭叩かれたんでしょ、私実は叩かれてないんです映画圏内でも上映、そう明日ね新潟で上映会&舞台挨拶&サイン会も盛りだくさんですね明日。まるちゃん関西行ったことあるっけ。関西はねあるよ、あるある、関西何回もあるかも。ただ USJ 一回も行った時がなくて、 USJ 行きたいね。こんばんは、声出し OK なんだら、多分ね大丈夫なんじゃないかなって思うけど、前回はねそのコロナウイルスの時だったから。じゃんじゃんじゃーん、なので皆さんお待ちしてます。 USJ で絶対行ってみたアトラクション、ハリーポッター、絶対ハリーポッターがいい。ハリーポッターゾーン絶対行きたい、てかハリーポッターの服着て回りたいかも。 USJあのさ制服あるじゃん、あれ着てメンバーと行きたい。こんばんは、そう盛りだくさんなの明日。だからまだ間に合うのでぜひ来てください。15分か、ぜひ百味ビーンズをお土産に、確かに百味ビーンズ食べたい。でもなんか友達が USJ 行った時にもらったことあるんだよね百味ビーンズ。ちゃんちゃんちゃん、魔法杖
そう、それも買いたい、魔法の杖のやつ。わあ、毒キノコ、これありがとう。どうした、元気ない、ちょっと眠くなってきちゃった眠くなってきちゃった、みんな。マナ、マナ眠くなってきちゃった。ピース夜ご飯はね、カフェで食べたよ。カフェで食べた夜ご飯。片目だけ寝ててもいい。まあ、ウインクね、両方めっちゃうまいんだよね、実は。まあ、公園でしかやらないんですけどショールームはちょっとお預けで。何食べた、パンケーキとサラダとバターチキンカレーみたいなの食べた。目が眠そうだね。そうでしょ、作戦失敗した、バレてるぞ、バレてる。ウインクは公園でやっておりますので、来てください。意外といっぱい食べてた。そうだよ当たり前。あ、でもなんかちっちゃいミニサイズみたいな、パンケーキ一つにこんぐらいのご飯に、こんぐらいのバターチキンカレーに、こんぐらいの野菜野菜が一番多かった。公演中マナちゃんのリンクで気絶してしまいました。よかった、生き返ってしっかり。DVD ポチるとこ見つけたけど、ポスターまで売ってる、欲しい、貼るとこないのに買っちゃいそう。それはもうゲットしてよ、ポスター。だってマナの初めての演技のポスターなんて、ゲットして。こんばんは。古町にハヤシライス専門店もできたよ。マナハヤシライスめっちゃ好きなんだよね。カレーライスより好きかも、どっちかって言ったら。バターチキンカレー好きだわ。そうなの、美味しいよね。バターチキンカレー食べました。こんばんは。お腹いっぱい。でもあと5分後ぐらいには多分お腹空いてるきっと、これだけいっぱい食べたのに。ハヤシライス食べやすいよね。そう、ハヤシライスね、好き。ハヤシライス美味しいよね。なんかたまにさ、急に食べたくなる時ある。こんばんは。あくびが。30分くらいに終わるね、今日配信。まなちゃんが出てるその映画はネットしか買えないものですか？ネットは確実に買えて、明日さ舞台挨拶の時にもしかしたら買えるのかな、どうなんだろう。でもチケットないと入れないのかな、会場。こんばんは、初見の方だ、ヤッホー、ハロー、ハートたくさんありがとう。こんばんは。20年くらいハヤシライス食べてないの、美味しいのに。遅くなりました、ヤッホー。みんなインスタのフォローよろしくお願いします。チケットないと入れないって。明日ね、舞台挨拶があって、そのチケット買ってくれたら DVD とサインとかもね一緒にゲットできるので、どうでしょうかチケット明日の。ランラララン。CD 屋さんで買うのを考えていて、 CD 屋さんあるかな、マナのやつあるかな、どうだろう。かわいい、ありがとう。どうだろうね、伊勢丹の北海道
物産展でザンギ売ってるよ。おえ、そうなんだ。美味しそう。美味しそうだね。でもまだ今お腹いっぱいだからさ、食べられない、食べられない。やっぱり眠くなってくるとまだ、さ、日本語できなくなってくるんだよね。そういえば眠くなってきちゃって今。こんばんは。あと安納芋のロイズの生チョコ。やばい、なんか今イントネーション変だったよね。生チョコマナ大好き。あのさ、バレンタインの時ってさ、なんかすごい豊富に売られてるじゃん、いろんな種類。トリュフとかさ、トリュフトリュフって何？違うよね、生チョコとかさ、なんか売ってるじゃん、バレンタインの時って。まだあれ自分に買うからね、生チョコ大好きで自分に買う。こんばんは。生チョコが好きでバレンタインの時にね買うよ。それで自分で食べてすぐなくなっちゃう。こんばんは。なんだっけ、チョコレートのさ、なんかトリュフみたいな名前のやつ、なんだっけ、誰か思い出して。なんだっけ、キノコじゃなくてラブレター、ありがとうございます。眠くなってきちゃう。トリュフで合ってる、あ、合ってた、合ってました、合ってたみたい。ビヨーン。トリュフチョコ寒くなってきちゃった。はあ。いくらくらいのチョコ買いますか？わかんないな。ゴディバとリンツとどっちが欲しいですか？全部全部かわいい。嬉しい。明日県民会館行きます。お、嬉しい、待ってるね。サインカキカキ。マナある、マナちゃん、あら、マナちゃんかわいい。お、嬉しい。キノコもありがとう。秋の、秋だからキノコのギフトなのかな。見て、ほっぺ。チョコはビターとミルクどっちが好き？マナはまだお子ちゃまなのでミルクです。お子ちゃまなのでミルクでお願いします。ビターも美味しいけど、やっぱり私はミルクで。だってコーヒーも飲めないんだから。コーヒーなんて飲めないんだ。あの、コーヒー牛乳は飲めるよ。牛乳があるからね。ブラックなんてダメ。こんばんは。おじちゃまも甘党だよ。マナはね、なんかさ、日によって違うんだよね、甘党か辛党か。気分やすぎて。でも今日は甘党の日だった。カフェオレもダメ。カフェオレはなんかおしゃれだから飲ませてほしい。なんかさ、おしゃれじゃない、おしゃれな休日って感じ。スタバとかでは何飲む？まだね、あれ好きなんだよね、あのあれだよ、チョコのやつ、チョコのやつが好きでよく飲む。あとホワイトモカも好き。なんかブラックじゃなかったら割と飲めるかも、甘かったら。こんばんは。カプチーノもおしゃれ、確かに。おしゃれ基準で飲み物頼むの
でもなんかブラックコーヒーとか飲める人になりたい、なんかかっこよくない？何飲んでるのって言って、え、ブラックブラックってドヤ顔で言ってみたい。でもマナーはね、多分一生言えることのない人生です。なぜならお子ちゃまだから。はるかさんブラック飲める？知ってるよ、まだ目の前でさ飲まれてさ写真いっぱい撮ったもんいいよね、すごい。はるかで 20% だって、充電マナの。これ何、ろうそく？ろうそくありがとう。ブラックコーヒーにハマってたの、はるかが。なんだって大人だなんていうことだ。じゃんじゃんじゃん。みんな明日何するの？何も予定ない人はあの県民会館来てください。来てみてはいかがでしょうか私たち奈々美と2人で映画の上映会があるのでぜひ来てください。きのこありがとうお仕事か。明日は北海道でプロ野球観戦なんです。あ、そうなの。北海道で試合があるの？え、北海道って今寒いのかな、暑い、どうなんだろう。行きます、イエーイ、嬉しい、楽しみだね。明日はねお洋服自分の着るので。こんばんは。最近は北海道でも暑いらしい。ああそうなの。北海道はね行ったことある、まだ家族とね行った。なんかロープウェイ乗ってめっちゃ綺麗な景色見たの覚えてる。北海道ねめっちゃ綺麗だった、景色。あげーあげー今ちょっと眠気が来ててさ、眠いテンションの上げになっちゃう。結構旅行してるんだね。してたかも。家族旅行した。あとねめっちゃ綺麗なとこ行ったんだけど、あれはどこだったかな、ちょっと忘れちゃった。沖縄も行ったことあるよ。めっちゃ眠そうバレた？ハートありがとう。まだ眠くなるとさ日本語できないんだよね。薬が効いてきた。待って、何も飲んでないんだけど。飲んでないです。明日は早起き、はい、イエス。綺麗なところヒントお願いします。なんか旅館みたいなの泊まって、そこから海が見えて風が強くてあれどこなんだろう。どこだろうあれは。でもめっちゃ景色綺麗だった。将来的にどんな役に挑戦してみたいとかありますか？悪役とかちょっとおどけた3枚目役とか。でもさ、なんかマジスカ学園みたいなやりたい。またまたっていうか私出てないんですけど、見てたから楽しそうじゃない？今の NGT のメンバーとかもさ、楽しそう。今日も可愛いな、イエーイ、ハート。日本海側か太平洋、わかんないね、ちょっと忘れちゃった。
マジスカ出るとしたらあだ名、え、確かにつけてもらいたい。つけてもらいたい。 NGT でドラマできたら楽しそうですね。え、わかる、楽しそうだよね。楽しそう、やりたい。それめっちゃ長い制服のスカート似合いそう。本当？短いのじゃなくて長いスカート、嬉しい。足長効果じゃない？足長効果の制服でいいね。ちゃちゃちゃ、ギャルっぽいよ。めちゃめちゃギャルじゃん名前。じゃんじゃん、楽しそうだね。カフェロッチ楽しかったな。わあ楽しかったね。まだパラパラ踊ったんだよ。静かにパラパラ踊ってさ、楽しかった。もうあれ以来ロッチさんとはもうお会いできてないかな、確か。確かね。楽しかったですね。目が、あ、もう30分過ぎました。ということで壇上を読みます。いきます。13位ヨシキさん、12位 KO さん、11位パピコさん、10位 J スターさん、9位ギリタンシオさん、8位ジャムのおじさんさん、7位オヤジー T53 チャイさん、6位ホッシーさん、5位ワンワンさん、4位コヤコヤさん、3位ウサコさん、2位シンさん、そして1位はチャカ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 チャンチャン、シマシマさんです。イエーイ、パチ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 、ありがとう、ありがとうございます。今日も配信ありがとうございました。昨日に引き続き、明日は楽しみにしていた舞台挨拶があるので、まだねチケット間に合います。ぜひお待ちしております。マナのバツ見てね、よろしく。ということでスクショタイムします。スクショ、はい、カシャ、片耳カシャ、猫カシャ、じゃあアンパンマンだこれ。はい、カシャ、はい、撮れました。ということで皆さん、また明日は配信できるかちょっとわかんないんだけど、まあ、告知するので、やるとしたら告知がなかったらやらないと思ってください。わあ、きのこたくさんありがとう。ということでみんなインスタのフォローもよろしくね。バイバーイ、またねー。